銀座クロッシングトークは、一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリスト小川真紀が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストはサッカーの神様ジーコと並んで映るこちらの男性。 J リーグ屈指の強豪チーム鹿島アントラーズの経営トップで、その親会社不用品売買を仲介するフリマサービスを国内最大手に成長させたこの方です。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。今日はもうとっても楽しみにしてまいります。こちらも楽しみです。よろしくお願いします。鹿島アントラーズ FC 社長、メルカリ取締役会長の小泉文明さん。2019年7月に突如として発表されたニュース。メルカリが16億円で鹿島アントラーズを買収。サッカーファンだけでなく、ビジネスの世界でも大きな話題に。その後、自ら社長に就任した小泉さんは、人事評価制度の変革や情報共有の徹底など、メルカリ流の経営改革を実行。さらにクラブと市民が一体となって地域活性化を図りながら、サステナビリティを追求するまちづくりにも挑戦しています。スポーツビジネスにどんな未来を描いているのか、小泉文明さんとクロッシングトーク。はい、ではまず前編からということで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、ご経歴からちょっとお伺いさせていただければと思うんですけれども、はい、2003年に早稲田大学の商学部をご卒業されて、最初は、まあ、今こういう雰囲気でいらっしゃいますけれども、はい、大和証券 SMBC に入社されたということで、はい、結構ガチガチ の、 金融。そうですね、金融ですね、はい、それで IPO 部門に配属っていうことだったんですけれども、どういった案件を主に扱ってらっしゃるんですか？はい、そうですね、僕自身やっぱりインターネットがすごい大好きで、インターネット、はい、でそのインターネット企業がこう成長していくところを、まあ、アドバイザー、まあ、特に僕はその IPO の株式上場の部署にいたので、はい、そういうその次のこう産業を作る会社がこう IPO していくところのこうサポートをしたいなと。いずれ自分もなんかこう経営やれるんであれば、その会社を IPO するような会社にしたいなって思いもちょっとうっすらありまして、あと運が良かったのが、はい、僕が卒業入った2003年って、はい、入社日が日経平均8000割の日だったんですよ。あ、でもうめちゃめちゃ不景気で、はいはいはい、お前ら相場感ないなって言われて入社式迎えたんですねただ僕退任辞めるですね、2006年末は、はい、もう、日経平均2万円近くまで行っていて、はい、ずっと上げ相場だったんですよ。あ、なので逆に言うと案件がもうどん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 増えているフェーズにいたので、若いんですけども案件多いんで、もう人がいないからやれやれと、まあ、とりあえず若いからやってみろっていう形で、まあ、そういうちょっとこう上げ相場の証券会社ありがちな、まあ、とりあえず人いないから若手でもやらせようみたいな、そういうちょっとこうタイミングが良かったですね。割といい時期だったですね。それで IPO をご担当されたそのミクシーに2006年に転職されるという、はい、そのご担当された企業に逆にご自身が入ってしまう。そうですね、当時僕自身はその結構インターネット好きだったので、ずっとこうアメリカの流れとかこうトレンド見てると、 SNS とかブログみたいなこういう情報をこのユーザーが発信するっていうのが次のトレンドになるなっていうのをこう、なんとなくそのアメリカでかなりそういう動きが出てたので、うん、っていう意味で日本で絶対 SNS ブログのサービスが絶対来るなということで、当時のミクシーに会いに行って、まあ、偶然そこで縁あって主幹証券も拝命していただいてっていうことで、実は2004年ぐらいからのもう担当だったので、でそこからもう毎週のようにこう経営会議出たりとか、いろんなその IPO に向けたいろんなこう問題点を一緒に解決してきたので、2006年9月にミクシー上場するんですね、はいはい、で上場すると僕担当から外れなきゃいけないというか、担当者も見れなくなっちゃうんですよ。さすがにまあ僕自身もそこは責任感を持って、やっぱりしっかりこの会社の将来を見届けたいなと思いがあったので、2006年の末に転職していったっていう感じですかね。なるほど。
小泉さんご自身であのベンチャー立ち上げようというふうに思われなかったのかなともちょっと思ったんですけど、じゃあこのミクシーに移られたというのが、まあ、割と半ばもう事業立ち上げっていうか一緒にそうですね、まあ、ほぼほぼそういうようなイメージやってきた印象になると、僕自身あんまりこうエンジニアタイプではないので、うん、どちらかというとこうエンジニアタイプのそのものづくりやってくれているメンバーと一緒に僕はどちらかビジネスサイドで、うん、っていうなんか二人三脚がまあ、一番いいのかなというのを当時から満点が思っていたところがありますね。なるほどなるほど、うん、そしてミクシーを退職後メルカリの経営に参画。2018年には東証マザーズに上場を果たしました。メルカリの方に移られたきっかけなどもしよろしければ。20代こう責任ある立場を出していただいたんですけど、なんてもう一回やっぱりゼロからやりたいなというので30歳でやっぱり一回リセットしようということで、実は何も次決めてなかったんですが、うん、あ次決めてなくて決めてなくて、なので実はですね、メルカリ入ったのが13年12月でして、僕1年半働いてないんですよ。で、手よく言えばインプットする時間なんですが、ほぼまあボケっとしてる時間もなかったですし、なんかこうやる気が次のものにモチベーションが起きるまではやらないでおこうかなと思ったので、結構いろんなお誘いあったんですが、いやなんか私みたいに金融機関でね転職何度かしてきた人間からすると、はい、その間が空いちゃうっていうのは、はい、やっぱりなんていうか少し不安になりがちというか、そういう時間があっても次が絶対あるなっていう、こうご自信があったということなんですかね。いや、まあ、どちらかというとそのミクシーの頃の経験がもう結構強烈で、やっぱりその自分たちが立ち上げた会社が、まあ、2000万人とかそういう方々がこうマンスリーアクティブに使うみたいな、でこう何もなかったからみんながこう SNS やりだすみたいな、その社会変化みたいなこともまあできたっていう自覚があったので、なんかもう一回やるんであれば そのぐらいインパクトがあるものをやらないと、あんまりこう個人的にこうワクワクしないな、なんか悶々としてて1年半が経っていく中で、メルカリ創業者の山田はもともと止まっちゃったので、何やりたいのって言われた時に、いややっぱりさっき話したように、まあ、ミクシーこういうものやりたいって時に、いやメルカリはそのポテンシャルあると思うから一緒にやろうよって口説かれて、まあ、2つ返事で、あ確かにこのモデルはかなり面白いなって思ったので、あじゃあやりますかみたいな感じで、むしろ山田の方は、え本当やってくれるのみたいなそのぐらいのびっくりするぐらいの2つ返事で、僕お酒大好きなんですけどその1年半あったんで、僕そのメルカリジョインしてから1年ぐらいお酒飲んでないですね。もう毎日仕事していて、でそれ楽しくて素晴らしいですね。なるほど。上場した翌年2019年7月にメルカリは鹿島アントラーズを買収。スポーツビジネスに参入した理由、そしてなぜ鹿島アントラーズだったのでしょうか。そもそもどうしてそのスポーツビジネスに参入しようと思われたか、はい、きっかけはですね、17年から僕らアントラーズのスポンサー企業というかパートナー企業をやっていまして、はい、まあ、結構フリマアプリで女性のイメージがやっぱり強いと思うんですが、まあ、徐々にやっぱり男性をまあ、獲得していきたいなという中で、やっぱスポーツすごく一つのきっかけになるんじゃないかなということで、まあそこからスタートしたんですね。でそうしていく中で、まあ当然クラブの関係者の方々とコミュニケーションを取る中で、買ってくれないかみたいなあちらから、そうですね、まあ、当時の親会社の、日本製鉄さんの中で、はい、まあ、やっぱり B2B の会社なので C 向けの会社さんが親会社になった方が、まあ、アントラーズの成長のためにはハッピーだろうということで、まあ、そういう中で、まあ、興味があればということで最初伺った時に、まあ、僕自身2つなんか面白いなと思ったことがありまして、1つは VR とかAR とか、まあ、こう映像の視聴の仕方もだいぶ変わってきたりだとか、はいはいはい、まあ、その後のブロックチェーン的な話もそうなんですけど、非常にこうデジタルコンテンツの流通がかなり面白い時代になっていって、スポーツビジネス自体が結構こう収益化が多様化していくなって思っていたので、まあ、技術のポテンシャルがあるよねっていうのが一つと、もう一つは街づくりみたいなところで、まあ、僕ら自身が当時やっぱ循環型社会を実現していこうみたいなことをすごい会社の中で重要視していく中で、フリマアプリのアプリっていうこの携帯が何年続くかねと、スマートフォンで携帯が何年続くかねとか、まあ、そのもっとミッション講義で取られると、必ずしもそのスマートフォンアプリにとどまってる必要ないんじゃないかという中で、もう少し講義に循環社会を実現させようと思ったら、リアルの場を持っているってことは結構自分は重要じゃないかなと思っていて、でその、ミッションドリブンに自分たちを考えた時に、まあ、リアルの方から攻めていくっていう意味でも、この街というファンクションを、まあ、
サッカーチームって株式会社あるんですが、半分社会性を帯びていて、結構こう行政の方とも近いですし、そうですよね、市民の方とも非常に近いので、はい、まあ、そういう一個の循環社会を実現させるためのこのフィールドというか、場所を持っているっていうサッカーチームも面白いなと思っていたので、う、まあ、そういう収益性と、まあ、リアルな言い方ですけど実験場というか、っていう意味でもこの次の僕らのミッションを実現するためには踏み込んでも面白いかなということで、19年から経験を獲得しているという感じですね。はい、たまたまサッカーはじゃあそういうご縁があってっていう感じですか。そうですね、まあ、こういうのはもう一期一会なので、そのアントラーズのご縁でっていう感じですし、実は僕父親が鹿島の編集出身でして、あ、そうですね、なので自分は育ってはないんですが、はいはい、まあ、年に数回やっぱ行ってたので、個人的にはある意味父親の実家のある鹿島周辺で、まあ、僕自身アントラーズファンだったりするので、まあ、それを経営していく中でちょっといろんなチャレンジしようかなというふうに。 CM の後、鹿島アントラーズで実行した経営改革、そしてスポーツクラブが生み出すビジネスチャンスとは、クロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて、一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。鹿島アントラーズ FC 社長、メルカリ取締役会長の小泉文明さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。2019年にアントラーズを買収し社長に就任した小泉さん、クラブ運営をどう改革し、どのようなビジネスチャンスを見出したのでしょうか。まあ、どうしても評価制度とか人員制度がかなり大企業っぽいので、はい、なんかこうヒエラルキーがすごいあって、なんか若い子たちからすると なんかこうもっとやれたらもっと本当評価してあげて、もっといいのに、なんかこう組織のヒエラルキーにみんなこう縛られていて誰もいいと思ってないっていう感じがしたので、まあ結構メルカリ流というか、に変えたっていうのがありますかね。なんかの雑誌の記事だったかな、で小泉さんが情報格差で経営をしないっていうふうに、それがモットーでっていうふうにおっしゃっていて、いやそれってすごい私大事なことだと思って、はい、これは どうやったらなくせるんでしょうか。アントラーズの社員に一番最初にプレゼンしたのが、野球型組織からサッカー組織へって言ったんですよ。あ、はい、でこの野球型組織っていうのは何かというと、いわゆる監督とかコーチとかっていういわゆる上司的な都市の人が来ていて、この人たちがある意味指示を出し、はい、まあ、この人たちが情報が多く、で下のメンバーはそれにある意味従うというと野球選手を怒られちゃいますけど、ある程度それに対して、まあ従順に守っていくっていうのは、いわゆるこう今までの日本型企業の何とも野球型だと。そうですね、で僕らでもサッカー型ですと、サッカーっていうのは選手とかコーチは大枠の戦略決めるんですね、試合前に大枠の戦略は、ただ試合中は全くそんなこと言ってる暇はないですね。状況はもう流動的ですし、でそうなった時何が大事かというと、その戦略の中で一人一人の選手がどう判断していくのか、でその判断を現場現場で選手がしていく上で大事なのは情報なんですよね。味方がどこにいるのか、敵がどこにいるのか、どういうボールが出てくるのかって、この情報がないと自分の次のプレーの意思決定ができないわけですよね。 なるほど。なので僕はその言ったのは、僕は経営者としてどちらかというと大きな戦略書くけど大事な現場だと、なんでこの現場で正しい行動をしていくためにはサッカー型組織であればあるほどその情報の流通が正しくしてないと結局そこでミスが起きるから、でサポートも入れないし、なんで僕はサッカー組織作りたいから、みんな情報をどんどん出して情報を流通させて、みんなが正しく早く意思決定できるようにしようっていう、その野球型組織の町の組織から流動的なサッカー組織に変えていこう、そのための情報が大事なんだよっていう話をさせていただいて、あ、まあ、それなんていうか、まあ、最初なんていうかイメージはなるほどなと。でそういう中にまあ僕らでいうとスラックみたいな情報ツールっていったりとか、まあ、いろんなツール類を変えていく中で、あ、なるほど、こういうことをやっていったら確かに情報っていうのが、まあ、どんどん流通するんだなっていうことでみんなが慣れていったっていうのがあるので、まあ、最初にその会社をこう変えたいというか、それをメッセージをバーンと出した、ね、まあ、出すことが僕は経営者やっぱすごい大事で、じゃないと最初からじゃあスラック入れました、なんかこういうツール入れましたときに
まあ、社員からするとこれなんで入れたのかっていうのと、うん、意図が分かんないと結局使い方が間違うので、はい、あと一方でそのプロスポーツなんで、はい、やっぱりその勝たないとそうですいけないっていうのがあると思うんですよね。明確に一つ変えたことは、うん、アンダーカテゴリーって言われる中高生の投資ですね。中高生の投資、はい、一番上のトップチームっていうのはこれ結構監督のある意味先見事項なんですよね、うん、いくら僕らでもやっぱそこに介入するっていうのはかなり越権ですし、僕らができることは監督が成果出なかったら首切ること、うん、結構監督がやっぱり非常に強い、うん、でその分高校生中高生中学生っていうのはどちらかというとクラブ全体の話になってくるので、うん、ここはどういう投資方針、どうやって若い子たちに投資していい選手を作るかっていうのは結構クラブによってキャラクターが出るんですね。で僕らはなので5年前6年前ですかね、ユースの高校生の寮をこれ5億円ぐらいかけてめちゃめちゃ綺麗なのを作りまして、で3年ぐらい前に3億円かけて、はい、人工芝のかなり綺麗な専用コートを作ったりとかして、監督があの柳澤篤さんっていう元日本代表のエース で、はいはい、でコーチが小笠原光雄と曽我畑っていうですね、全員日本代表の、でうちのレジェンドだった選手たちが今実は高校生の全部コーチやっていまして、いい選手を毎年こう上げていく、そうすることによって、まあ、強い循環をこう継続させる、まあ、クラブ経営で言って、まあ、あの選手の移籍金っていうのはすごい実は大きな売り上げになってきていて、はい、メッシとかクリスチアーノ・ロナウドのレベルだと本当にあの1000億かけるぐらいの800億とか900億になってきてまして、移籍金ってある意味丸々利益なので、結構これがすごい大事な収益になるんです。ある意味賞金とかパートナーとかと一緒のように形で移籍金収入というのがすごくこう大事なビジネスになってきているので、そうなんですね。そういう意味ではやっぱりこの下からこういい選手をどんどん上に行って、この選手がある意味活躍してヨーロッパに出ていく、まあ、これもある意味止められないので、まあそのヨーロッパ出ていくときにちゃんとこの移籍金収入を得て、クラブとしてはその収入でまたこう下の中高生に投資してまたいい子たちを産んでっていう、まあなんでしょうね、ちょっとベンチャーキャピタルっぽいっちゃっぽいんですけど、そうですね、中高生の選手がポートフォリオっぽいというか、人的投資っていうか人的資本っていうか、そうですよね。だから若い人たちをちゃんと育てて、はい、そこちゃんとプールしておくっていう、はい、それが本当にアセットっていうか、アセットっていう感じですよね。なんである意味どんどん今は世界中に今中高生年代にどんどん投資されてますね。またサッカー以外の新たなビジネスも手掛けているという鹿島アントラーズ、その中身は、僕ら2006年からあのスタジアムの指定管理を受けていて、これ多分 J リーグで初めて受けたチームなんですけども、うん、なのでスタジアムのある意味経営権を、まあ、県から委託されてるっていう感じなんですね、はい、スペースを結構利活用できるんですね。でそういう中でやっているのが、例えばスタジアムのバックスタンドの下に、スポーツジム、うん、エステあとボルダリングがあったりとか、あと今ちょっと休止しますけど温浴施設があったりだとか、こういうようなものがバックスタンドの下に入ってて、でバックスタンドのさらに隣ですね、ここにはですね、あのスポーツクリニック、アントラーズスポーツクリニックというのを開設して、はい、これ整形外科であるとかリハビリで、アントラーズチームドクターいるので、うん、そのドクターの方々がある意味市民の整形外科もこう見るようなウェルネスっていうか、ウェルネスですっていうところですよね、はい、そのこう街の方々の健康と幸せを守るじゃないですけど、はい、そういうそうですね、なのでなるべくこう365日利活用していただいて収益化させていくっていうことが僕ら重要かなと思っているので、なるほど、まあ、サッカーの人は結局1年のうちの本当に 2,30 試合ぐらいしか芝生の関係で使えないので、でまあその収益化する過程で、まあ、直接お金もいただくケースもあれば、パートナー企業様にも入ってきていただいて、パートナー企業様にもからもお金いただきながらいろんなビジネスできるので、一緒にやりたいという企業多いんじゃないですかね。そうですね、なんで逆に言うと僕らとしてはなんかこう協業型、ね、はい、なのでお客様の技術であるとか、はい、持っているものっていうのをどうやってこうアントラーズを通じて市民の皆さんであるとか、まあ、ファンの皆さんであるとかっていう、まあ、僕らやっぱその中心にハブだと思っているので、まあ、そういう仕組みを作るのが僕らの、まあ、ビジネスかなと思ってます、ね、なるほど、なるほど。お伺いしててますますちょっとワクワクしてきたんですけれども、はい、続きは後編ということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。